まあ、まだ自分で映像は見てないんですけど、まあ、いつもと違った戦い方を見せれたんではないでしょうかねっていうのが自分の感想です自分の中でどの辺がこが意識したというところはありますかまあその正直言うと、1ラウンドやっていく中で、全然いつもの距離で下がって攻撃とか、切りとかで全然いけるなって思ったんですけど。 それってやっぱりなんか今までの試合でもそうですけどやっぱりその人に判定を委ねているわけじゃないですかで中でやっぱり自分が今勝ってると思ってもそのレフリーとかはドローとかであるっていうのはやっぱりそういう怖さがあったので、まあ、ちょっと自分の中でそのポイントとか優勢点を誰でも分かるようにその、まあ、リードするっていうのがやっぱり今回のまあ課題一点だったので、まあ、そこはまあ最後の方が良かったんじゃないかなって思います。 印象、まあ、強い選手ではあったんですけどやっぱりなんかメンタル的にやっぱりまだ、うん、っていうのもありましたし、まあ、でもやっぱ、うん、まあこれからの選手だなって、まあまあ、延長だったんであんまりそんなすごいことは言えないですけど、まあ、ちょうどなんかいいそのその自分の技をとか磨くのにいい相手だったなっていうのを思いましたね。 前足のキックが結構あのキャッチされる瞬間が結構あったのかなって思うんですけどその辺、なんか気になったりとかしましまたかいやかあのルールブックにいや1秒か2秒って書いてあって俺キャッチされてちゃんと数えたんですよ、1、2って。で、攻撃してきてるからそこは、いや、俺これ、文句じゃないですよ、文句言っちゃった叩かれちゃって、今の時代 <laughs> あの。文句じゃないですけど、そこを統一してほしいです。キャッチ、攻撃でも ババンバンっていうのがキャッチして1、2で攻撃だとなんかルールブックのところだとダメって書いてあるのにあとキャッチしてこかすのとか首相まで結構崩そうとしてきたりしたんでそこをなんか統一してほしいっていうのはありましたし自分はルールブックを見てやってるんでそこはでなんか戸惑いはありましたね、うん。 えっと今日は応援ありがとうございましたで、まあ本,当にまあ、本当に危なっかしい試合だと思いますけど、まあ、本当にこれから、まあ、違うスタイルじゃないですけど今までの強さを見せつつ新しい武器とかもどんどん手に入れて、まあ、日本一、そして世界を相手に戦いたいと思ってますのでこれからも応援よろしくお願いします。